アイオワ州デモインのセオドアルーズベルト高校で投票する男性。2020年アメリカ合衆国大統領選挙における郵便投票不正疑惑とは2020年アメリカ合衆国大統領選挙において第45代米国大統領であるドナルド・トランプとその陣営や支持者らによって主張されている郵便投票不正疑惑である。トランプとその支持者は 戦艦監視ビデオや先制供述書をもとに不正選挙と主張して訴訟を連発したが裁判所に帰却されたり自ら取り下げたりが続き12月11日にテキサス州のケンパクストン司法長官らによるジョージア州、ミシガン州、ペンシルベニア州、ウィスコンシン州の4州結果無効の訴えがテキサス州には原告的格がないとして 連邦最高裁判所に退けられたことで、法廷闘争も敗北が決定づけられた。選挙結果を覆す、当面の法的手段は事実上尽きた。新型コロナウイルス感染症の世界的流行により、期日前投票や郵便による投票が解禁されたため、今回の大統領選挙では、事前投票制度と郵便投票による投票数が過去最高のものとなった。 その影響によりいくつかの州では、開票に時間がかかり、各報道機関では当選者を公表するのが11月7日まで、ずれ込み4日ほど遅れる結果となった。大統領選挙の投票日である11月3日の夜、ジョー・バイデンが大統領選における勝利を宣言すると、共和党候補者のドナルド・トランプとその周りの官僚らが多数の根拠のない、つまり、証拠を持ちずに主張を挙げ、 選挙の正当性に疑問を投げかけた。トランプは開票前にも開票後にも投票で不正が行われたと主張をしているが、いずれも根拠を示していないものである。Facebook や Twitter ではトランプによる申し立てに反対する運動が起きており、Facebook は抗議デモにつながりかねないとして、トランプの主張を支持するグループである、ストップズスティールを削除した。バイデンジニエは、 トランプ側の訴えをはねのけ、郵送されたものも含むすべての投票用紙を数え直すべきであると主張した。11月4日から11月8日にかけて、トランプ側はいわゆる第三者による票を集めや、不法な投票、機械エラー、勝手に投票用紙が破り捨てられたり、支配票があったとして、訴訟を起こした。11月21日までに、 トランプ陣営が起こした訴訟32のうち30は、敗訴か、取り下げとなった。ウィスコンシン州で、トランプの選挙チームの顧問弁護士を務めるジム、トループスが、自身と妻が投票を行った方法である、不在者投票に違法性があったとして、同じ方法で行われた投票すべてを無効に、するように、デーンカウンティーボードオブキャンバスアースに申し立てた。 両候補の票差が僅差であったため、全投票を再集計していたジョージア州で、11月20日までに5800票の未集計の票が発見され、うち6割はトランプに投じた票であった。ジョージア州、ストム長官のブラッド・ラフィンスパーガーはこれは人為的ミスであったと説明した。ワシントン・ポストが報じるところでは、2021年1月2日にトランプが電話で、 ブラッド・ラフィンスパーガーに対して、ジョージア州の選挙結果を覆すのに、十分な票を発見するように圧力をかけた。この行為は、連邦議会議事堂襲撃事件と並んで、ドナルド・トランプの二度目の弾劾訴追の原因となった。保守系団体プロジェクトベリタスは、2020年秋に、選挙不正を格作する女性を、ビデオで告発したが、2021年1月13日、 その告発を発端として、郵便投票不正などの罪で、サイアントニオで女性が逮捕された。これとは別に、メディナ軍の治安判事を含む4人が、同年2月に、選挙不正や、郵便投票を不正に助けたり、投票封筒ーーや投票用紙を不正所持したことなどで、逮捕された。リチャード・グレネルは、ここ、ネバダ州で投票した3060人のことなんだが、 彼らはネバダ州在住ではない。これは違法だと強く主張した。共和党の法律家は、クラーク軍で投票した3000人以上の名簿を公表し、彼らが投票した時点でクラーク軍の住人ではなかったと伝えている。しかし、ネバダ州では投票日30日前に投票のためにネバダ州に移住することや、他の州の大学に在籍する大学生が、 ネバダ州で投票することを容認しているため、グレネルの有違法性は証明できないものである。またその名簿には、郵便投票をした海外駐在の軍人も掲載されていた。11月7日、2万1000人以上の死者が有権者名簿から削除されておらず、そのうち1万2000人以上の死者が依然として現役有権者として登録されていることに関して、 民間の法律事務所であるパブリックインタレストリーガルファンデーションがその資格差し止めを求め選挙1ヶ月前に連邦裁判所に提訴していたと報道された。その後その訴訟は2019年に起こされた裁判であり、大統領選前の2020年6月の時点で有権者名簿の誤りが訂正されたことで取り下げられたものであると報道された。 ミシガン州でも死者の投票した投票用紙が有効となっていたがこれに対し専門家はソフトウェアがおかしくなったりヒューマンエラーや秘密保持などといった理由により有権者名簿に年齢がありえないほど高い有権者も記載されることがあると説明しいわゆる死者の投票数を有効としたという主張は不正確なものであると主張した 投票用紙の一部が処分されたことについては、一つの要因としては、開票時にデシジョンデスク HQ のシステムエラーがありその結果バイデンに多くの票が入ってしまったと言われている。しかし当然ながら、このようなシステムエラーに対して疑問が浮上し、後の調査の結果このエラーは人為的ミスに起因していたことが明らかとなった。 バイデンへの投票数が実際は15,371票だったのに、対し、責任者が誤って、末尾に例を加えてしまったため153,710票になってしまったという。なおこの誤った数値はすぐさま修正された。CNN は根拠のない不正選挙を主張するトランプを批判し、一方、FOX ニュースは、 不正の疑いがあるなら、調査が必要だと同調した上で、不正の証拠を示せというなら、不正がないことの証拠も示さないといけないなどと発言した。大勢が決まって、以降もフォックスは、トランプ陣営や共和党関係者を次々と出演させ、不正選挙を訴えさせたことで、電子投票システム企業のスマートマティックから、虚偽報道で法的通知を送られた。そのフォックスを、 トランプ敗北が確実になったことで、バイデンを次期大統領と呼んだ。さらに、不正選挙に関する陰謀論は、ソーシャルメディアを中心に拡散された。この種のデマは、他の陰謀や、偽情報がいいとそこにはめ込まれてしまう。メタナラティブであるがゆえ、Facebook や Twitter などのプラットフォームにとっては、対処が特に難しい。これに対し、Facebook や Twitter は、 米大統領の投稿に事実確認の警告ラベルを表示したほか、ネット上のコミュニティそのものを削除するなど対応した。デマの拡散が規約違反だとして、トランプのアカウントが凍結されて、以降の1週間で大統領選の不正を訴えるネット上のデマが73%も減少した。大手メディアはファクトチェックを行い、事実を報道した。 日本でもネット上に大量のご情報や根拠のない情報、さらにはミスリードな情報が拡散され、まとめサイトや新興宗教系のメディアのメディアが起点となった。現実でのデモも行われ、主催者には統一協会や幸福の科学が関わっていた。その他のメディアでもプレジデントやジャブプレスは不正選挙疑惑の記事を掲載し続けた。ありがとうございます。